はい、健康にいい発酵調味料、米麹で作る、コンソメ代わりの調味料のご紹介をします。米麹、これね、200に対して、30%、だからこれ 60g、60g のお塩をここに、入れます。はい、玉ねぎが、1玉、200g、それから、ニンニクが 100g、それから、生姜が 100g、これすりおろしてます。ニンニクもすりおろして、ブンブンチョッパーも全部混ぜ合わせて、混ぜるだけ。それで発酵させるだけで、コンソメの出来上がり。それでは作っていきます。麹は 30%、米麹 200g に対して、お塩が 30%、今回は200に対して60のお塩をこうやって手でもみもみします。こんな感じ。もみ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 して、なじませていきまーす。ブンブンチョッパーでもいいんやけどね。ブレンダーがあったらこんな感じで、ニンニクと生姜と玉ねぎがブレンダーによってこうやって攪拌されました。これを、さっきの塩と麹に混ぜ込んで、はい、これを作ってみたいと思います。お塩とね、麹を手で揉んだら、衛生的にっていう方は手袋を履いてやってもらっていいんやけど、手のひらの常在菌っていうのがあってね、在常菌がぶっちゃったっけ、結構ね、それって、いい菌なんですね。それを使うことに美味しくなってくるから、次回の場合は、素手でやってもらった方がいいと思う。お酒の、酒作りに関してもね、こういう作り方やってるんだけど、これをよく混ざったら、このさっきの分と、これを一つの瓶の中で混ぜ合わせていきます。全部入りきったらね、こんな感じで攪拌をしていきます。スプーンで大丈夫です。くる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 。全体的にね、全部混ざるように混ぜていきます。こんな感じ。はい、いい感じで混ざったでしょう。これね、2週間、毎日ね、くるくる混ぜて、この麹がきれいに、溶けるまで、混ぜていきます。はい。これね、こんな感じで、今日は混ぜ込み完了。これ2週間、毎日ね、くるくる混ぜて麹がきれいに溶け込んだっていう感じになったら、あとは冷蔵庫で保存。だいたいね、これ1年ぐらい持つかな。もうニンニクチューブ、生姜チューブもう買わなくても大丈夫。それからコンソメ、買わなくても大丈夫。これだけで調理がめっちゃ簡単。